こんにちは、伝統建築学科2年生です。今回2年生ではコースター作りと神田削り体験の2つを行っております。まずコースター作りの説明からです。このコースターは建築様式の組木を利用したコースターで、1つのパーツがこのように紙であります。これをこうやって組み合わせることでこの形になります。完成したものには折り紙やペンで色を塗るなど、オリジナリティのあるものを作ることができます。次に神田削り体験の説明です。